ドラえもんのび太の牧場物語、星2。シナリオは主人公ののび太が謎の木の実を拾ってそれを植えたら急成長して、ドラえもんファミリーはその謎の木によって異世界のワークしてしまった。その異性のワーク先の村で牧場物語をするというシナリオ。映画ドラえもんでおなじみの前半にシナリオの強制力で秘密道具を全部ぶちまけるので、秘密道具を使ったチートは一切できず、最終目標はタイムマシンを発掘してとか何らかの方法でその世界から脱出することが目的。予算がクソ入っているのか、前半のアニメーションムービーからゲームシステムなど全体的に神がかっているし、牧場物語を安定してナンバリングさせることに成功しているマーベリックが作っているので基礎システムもほぼ完璧に牧場物語。その基本システムにドラえもんの皮を被せた作品だが、被せ方もお上手だしドラえもんファンの喜ばせる雰囲気をぶち壊さない丁寧な作り。このゲームのクッソ激烈に面白いところは、実はドラえもんの皮を被ったミカド愛知家労働シナリオであり、のび太こと怪獣が、ベッドしか存在しない小屋に入れられてひたすら炭鉱夫をするという怪獣である部分。RTA するなら1リソースあたりの期待値が最も高い炭鉱夫をするのが最も効率がいいから、のび太は体力の続く限り炭鉱夫をして、体力がなくなったら昼寝をしてリソースを回復させて、気絶するまで炭鉱夫をさせるというのが激烈におすすめな攻略方法なのぜ。怪獣ですら地下賭博やキンキンに冷えたビールといった娯楽が存在するが、こののび太は朝起きたら気絶するまで永遠に炭鉱夫をするという怪獣よりも過酷な世界観がクッソ激烈に笑える。ちなみに最速攻略しなければ、スローライフを楽しめるし、怪獣しなくてもいい。牧歌的な雰囲気をたしなめるゲームなのぜ、RTA に激しく向いていないゲームだし。それを始めちゃうと雰囲気がガラッと変わるクッソ面白いゲームになるのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。